次に山本博君の質疑を行います<上>山本君、えー、公明党の山本博でございますまずはじめに南海トラフの巨大地震対策に関しましてえ今日は質問をさせていただきたいと思いますパネルをご覧いただきたいと思いますまあ南海トラフはこの西日本の太平洋側にあるあこの海溝で通過県の駿河湾から紀伊半島沖 四国沖、宮崎県の日向灘沖まで伸びております。東海、東南海、南海という極めて広い領域となっております。ここを震源とする巨大地震が発生しますと、東日本大震災以上の大規模の被害が起きるとも言われているわけでございます。今、内閣府では、この検討会議を設けまして、昨年の8月、また本年の3月に、 この被害想定の報告を行っておりますけれども、まずその概要を説明いただきたいと思いますはい、はい、防災担当、古谷啓二君。お答えさせていただきますあの、南海トラフ巨大地震でお示した想定は、まあ、全国的に見て、被害の程度がですね、中程度から最大。 のケースというももののを想定したものであります、まあ、昨年8月にも公表してますけど、死者・行方不明が32万人、えー、建物被害が最大で238万、えー、等というような想定結果を出したところですけど、今年の3月18日に発表した第二次、えー、報告では、ライフライン交通施設、交通施設等がどの程度被災をして、復旧にどれぐらいかかるかの見込みを 時間の経過に合わせて想定した、まあ、いわば被害の様相をそれぞれ作成をいたしております、定量化が可能な一部の項目については、定量的な被害も発表いたしました、あの施設等の被害はいずれも最大値ですけど、例えば停電が2710万件、えー、断水人口が最大で3440万人、避難者最大で、えー、950万人、まあ あと経済被害は、えー、資産等への被害が最大で170兆円、まあ、こういった数字出しました、まあ、この数字聞きますと、ね、非常に厳しいものではありますけれども、いずれもまあ千年に一度とか、それ以上に頻度が少ない最悪の事態をも想定したものでありまして、なぜこういう数字を公表したか、それはです、ね、やはり巨大地震が発生した際に起こりうる現象というものを冷静に正しく恐れてもらう。 そして国民にありのままを知っていただくということが必要だと考えたからでありまして、まあ、そのことによって、減災防災意識をすべての対象地域の方々に持っていただく、そしてその対策を国を挙げて、地方とも連携をして実施していくことがないよりも大切です、これによって致命傷を負わない、そして被害を最小限に食い止める、また速やかな復旧、こういったものにつながっていくというふうに思います。委員長はい、山本君 今、あの大臣からお話しありましたように、まあ、最大のそういう被害の想定であるということですけれどもお、よりこれ、防災・減災をしっかりやっていけば、この大きく被害が少なくなるということも試算をされていらっしゃいます、その部分をご報告いただきたいと思います、はい、古屋防災担当大臣委員ご指摘のとおりですね、今回の被害想定では、厳しい数字だけではなくて、 えー、防災・減災効果の、えー、試算も併せて出しております、例えば津波避難について、全員が地震発生後に避難することや、津波避難ビル活用の避難の迅速化によって、まあ、死者・行方不明数が最大9割、えー、減少することができます、また建物の耐震化を100%にすることとか、火災対策を、えー、推進することによって、 資産等の被害額は半減することができますまあこのように防災減災対策を講じればですね被害の量は確実にこれは減らすことができますその対策の徹底がさらなる被害の減少につながっていくというふうに思います委員長山本博史君今の大臣からお話ありましたようにパネルをご覧いただきたいと思います今話がございましたように避難がまあ迅速に行っていけば 最大9割まで減少することができるという、まあ、そういう御指摘でございました。また、耐震化を進めていけば、資産、これは169兆5000億円この資産の被害が半減をすることができる、80兆4000億まで半減をすることができると、こういう形でございます。様々な対策を講じていけば、救える命があるということでございまして、国は、 国民の生命を守ることに最優先に政策を決定すべきだと考えるわけでございます。この中で一番大事なことは、やはり津波への対策をいかにするかということでございます。一例をご紹介しますと、高知県の黒潮町、これはの津波が最大三四点四メートルという地域でございます。この人口の約九割、一万五百人の方々が浸水地域に住んでいらっしゃるという形になるわけです。当初、 この34.4メートルという話を聞いたときには、もう逃げても無駄ではないかと、そういう諦めの、そういう気持ちもたくさんあったということでございます。それをなんとか変えないといけないということで、大西町長以下、黒市町長の方々は、なんとしても犠牲者をゼロにするんだと、こういう思いで今、必死の思いで、この取り組んでいらっしゃるわけでございます。具体的には、津波避難カルテと、こういう形で、えー、この町自体を お10世帯から15世帯ぐらいの班を、283の班を作って、そして、えー、ワークショップという形で、対話集会でこのお、この15世帯ぐらいの方々の中に、高齢者はいないのかどうか、障害者がいないのかどうか、要,要援護者の方たちの支援をどうしたらいいのか、そして避難路の障害はないのかどうか、さまざまな形で、そういう取り組みを真剣にされてらっしゃるわけでございます。その意味ではこうした取り組みが 各地で行われるように、積極的に国がバックアップしていく。そのことが大変大事でございます。その意味で、津波対策に対して、大臣、どのように取り組むんでしょうか。はい。国や担当大臣。今、委員ご指摘の黒潮町の大野町長さんね、私のところにも頻繁にお越しいただきます。若いね、有能な町長さんですよね。で、やはり住民の皆さんにね、 しっかりそういう危機意識を持って対応していくこと、あの素晴らしいことだと思います、そういう、えー、意識改革、ソフトの面での、えー、対策というのがです、ね、相当被害者を減らしていく、まあ、ゼロというです、ね、大変あの理想的な数字をかけて私はあの敬意を表したいと思います、その上で津波対策の基本的な考え方、これはです、ね、まず揺れたら避難、素早く逃げる、これが一番重要な対策なんですね。 でそのために津波による人的被害を軽減するためには、まず一人一人が主体的に、えー、避難活動というのは基本、その上で、えー、海岸保全施設とのハード対策だけではなく、確実な情報伝達のソフト対策等々、すべて素早い避難の確保を後押しするための、えー、対策として位置づけていくべきでありまして。従って えー、住民避難を軸に、例えば情報伝達再生避難場所、避難施設、避難路等を整備するということはもちろんですけれども、住民一人一人が主体的に迅速に避難するための防災教育、これは学校でも必要でしょうね、それから避難訓練を含めた総合的な推進をしていくことが大切だと思いましたですね。ねいわゆる要介護 あるいは要介護支援者ですね、こういった方々に対するですね避難、非常に重要でございますので、避難時の行動要支援者名簿の作成について、新たに定める災害基本法の改正で、ですねしっかり記させていただきまして、災害時要援護者の避難支援ガイドラインを見直して、ですねより 実態に即した形で取り組んでいく、そして適切な避難支援ができるように取り組んでいきたい、このこともしっかり各地域に指示をし、あるいは特例をしていきたいというふうに思っております<上>山本す。山本ん。お話ありましたように、特にあの弱い方々、災害弱視といわれる要援護者の方々の支援を含めて、しっかり取り組んでいただきたいと思います。この災害時の対策の中で、えー、さらに大事なのは、広域的な避難路の整備ということも不可欠でございます。 3月27日に私は地元の市長の方々とともともに、この地域骨格道路でございます大、大津八幡浜自動車道に関しまして、この寄付道路の新規事業化ということに関して、大田大臣のところに要請に伺った次第でございます。この寄付道路といいますのは、四国の西の玄関口でございます、八幡浜港からこの四国横断自動車道へのアクセス道でもございます。また、そこは伊方原発を抱えておりますから、 そのの地域の重要なな避難路にもなるわけでございますそして、そこにあります、現行の、まあ、よりふるトンネルとございますけれども、昨年、えー、天井板の落下事故におきまして、笹子トンネルと同じ吊り,り天井の方式ということで、えー、やはり地域の方々も何とか代替の道路このことを強く要望されているわけでございますけれども、お国交大臣にお聞きします、こうした防災のための地域国角道路の新規事業、 また余道路について、どのように取り組むつもりなのか、お聞きしたいと思います、はい、太田国土交通大臣。えー、道路に対してのお概念を、お私はあ変えていかなくてはならないというふうに思っています、えー。富を生み出し、生活の利便性を確保するということがかなり主眼になって、えー ミッシングリンクというようなことが言われてきておりますがそれはそれで極めて重要ですしかし東日本大震災以来ですね、えー、代替する道路があるかないかリダンダンシーというふうに言うんですけれどもそれが確保されているかどうかということが非常に大事で、えー、今までは私は都市大都市周辺の道路は道路は一つ一つ戦略的に考えていかなくちゃいけないということで 大都市周辺は、えー、経済戦略道路という意識で、えー、持っていかなくてはいけないそして地方のところは防災ということも意識してそして病院にも駆けつけられるというそういう意味では生活インフラ道路という意識を持って戦略を持たなくてはならないそこに東日本大震災から離断ン,ンしもう一本そこに選択肢ができるということが非常に大事だという観点が 生ままれたといいううふうに思っていますで今お尋ねの四国のところを考えますと非常に津波というのが愛媛県に至るまで大変巨大なもので南海トラフ地震で心配をされる三十数メーターというようなことがあってもう呆然とするというような状況にもある海岸にしかし海岸にしか今道路がなかなかない、えー、ですから、えー、四国全体としては要望のあるように えー、この八の字型のネットワークというものを作るということは私は極めて重要でありまたその中でも大洲八幡浜自動車道をこうした、えー、非常に一本しかなくリダンダンシーというと確保するという観点からも極めて防災・減災リダンダンシー命を守る公共事業道路という観点から それを踏まえて、私は取り組んでいきたいというふうに思っています、はい、山本君。ぜひともの、いの命の道路という、片手のし、あの命の道路のこのお視点のほう、形でお願いをしたいと思います。次にあの、災害時の対策として、もう一つ、情報技術、IT を活用した防災・減災対策、大変重要だと思います。今月13日ににままでで、えー、ききししたこの地震おても、J、アラートで 地震情報を受信しながら、防災行政,行政無線が流されなかったり、また、防災情報メールに不具合が発生するということもございました。これはあの東日本大震災の際にも、通信の機能不全ということがございまして、えー、避難誘導とか安否確認がうまくいかないという事例もあったわけでございます。こうした状況を改善をしていく、災害に強い情報通信技術を開発ということが求められているんではないかと思います。 あの公明党は、この IT 技・技術活用の検討 PT を立ち上げまして、えー、この総務大臣方に防災・減災の要望も出させていただいているところでございます、えー。総務大臣にお聞きしますけれども、この点に関していかがでしょうか新藤総務大臣。えー、まずですね。 あの公明党の PT において、まあ、事務局長を務められる委員のご活躍には敬意を表したいと思います、そして今ご指摘の災害に強い情報通信ネットワーク、これをいかに構築するかは、これは我が国のもう最重要優先課題ではないかと、このように思います、そしてそれはです、ね、国土の強靭化にもつながっていくというふうに思うんであります、でご指摘のようにです、ね、前回の,あの東日本大震災のときは、携帯電話、 これ通常の50倍の通信が殺到してあの普通になってしまいました、それからそもそも電話局が津波で破壊される、もしくはこの電源が阻止されてですね動かなくなる、結果的にはそういう機能不全がたくさんあったわけであります。したがっててまず目の前の前できることとして この大災害時に通信障害通信が殺到してもそれを振り分けたりいろいろとですね工夫をしてつながりやすくするそういう技術これはもうすでに補正予算を使ってやっております併せてですねあのそもそももっと根本的なこの ICT を使ったあのイノベーションを起こしてこのもっと 国の安全と、そして国民を守る仕組みが作れないか、今、我々はそういう研究をしております、例えば衛星の,です、ね、あの通信を使って、このメールのやり取りを双方向であの確定する、これは地上で何があろうともこの維持できる、そういう通信網ができます、それからあの平常時にはです、ね、利便性を高めるための情報通信ネットワーク、例えばそれを使って、患者の情報、医療情報だとか、そういったものを共有できるようにすると。 これは非常時においては、避難先にどこに行ってでもあの適切な治療が受けられる、そういうあのネットワークをすることも可能であります、いろいろな意味で,です、ね、私どもは、これまでの教訓、またたくさんの犠牲になられた、そういう方々のためにもです、ね、新しい形の防災システムというものを組,あの組み上げていきたいと、総務省としてはその基盤を作ってまいりたいと、このように考えております山本博君。ぜひとも、この ICT の利活用を含めて、えー、お願いを申し上げたいと思います。 この現在、この南海トラフ巨大地震対策に総合的に対応するために、今、自民党と公明党で、この南海トラフ巨大地震対策の特措法という形で準備をしているわけでございます。この法案は、地震で特に被害が大きくなると予想されている地域、これを緊急対策区域、こういうふうに指定をしまして、集中的に防災・減災の対策を行うことが柱となっております。 あの具体的には、あこの補助率のかさ上げ、今、なかなか地方の財政では厳しい2分の1の状態というのをもっとかさ上げしていこうということであるとか、また今の制度では、あ避難路とか集団移転というのが、制度的には支援がなかなか難しいのも現状でございます。こうした地域防災拠点の整備等も おこの実施計画を都道府県が取りまとめる、もうこういうこともこの中に入っているわけでございます、先ほどからずっとこの防災・減災地震のことのお話がありました、やはり、えー、政府は危機感を持って、この巨大地震に備え,備えるべきであると思います、その意味で、この積極的に南海トラフ地震対策、取り組んでいただきたいんですけれども、総理に見解をお伺いしたいと思います。はい、安倍内閣総理大臣 南海トラフ巨大地震については委員、えー、のご指摘のように津波による多大な人的被害が想定される中で津波から人命を守ることが最大の課題であると認識をしておりますこの巨大地震への対策を促進する観点から与党において特別措置法の検討がなされていることは大変有意義なことだと思います早期にその具体化を 具体化が図られることを期待をいたしております政府としてもですね与党と連携して南海とは巨大地震による被害をできるだけ軽減できるように対策に対策を強力に推進していく考えでございますはい、山本君え次に成長戦略ということでお聞きを申し上げたいと思います新しい政権になりまして経済の再生に向けたまあ大胆な金融緩和そして 機動的な財政政策がまあ効果を発揮しまして株価も急上昇しておりますまた円安も加速をしておりますしかしまだまだ先ほどから今日の議論ではありますように庶民の懐は冷え込んだままでございますし地方は厳しいのが実態でございます特にこれから実体経済の本格的な回復まさしく正念場がま続いてるのではないかなと思いますいよいよこの民間の,この需要投資を喚起する まあ成長戦略、3本の矢を、この6月に策定されると、このようにえ聞いておりますけれども、やはり日本の持続的な経済成長を支えるためには大変大事な点でございます。先ほど、この成長戦略ということでお話がありましたけれども、その中で、観光の位置づけということをどう考えていらっしゃるのかということをお聞きしたいと思います。私は 観光,観光振興というのは、雇用の拡大にもつながりますし、地域の活性化ということでも大きく貢献をするこのように思っているわけですけれども、総理の見解を伺いたいと思います、はいはい、安倍内閣総理大臣。まあ、観光振興は、ですね、まあ、成長戦略において、まあ、将来、あるべき社会像として設置する戦略目標の一つである、世界を魅了する 地域支援でで稼ぐシステムのの構築の一環であります、まあ、まさに、えー、このあるべき社会像として地域地域日本自由、えー、優れた景観あるいは歴史的な文化財がある地域があるたくさん、えー、日本に点在するわけでございますから、えーまあ、その中で小泉、えー、政権の下で始まったあビジットジャパンキャンペーンが、まあ、本年で10周年をまあ迎えるわけでございまして。 この節目において、史上初めて、今日外国人旅行者数1000万人の大台を超えることを目標に、全力を挙げていくことが重要でございます。えーまあ、今までなかなか伸びなかった一人の一つとしては、まあ、行き過ぎた円高があるわけでございまして、まあ、これが是正されている中において、昨年の同月比、 すでに中国を除けば33%、外国からの日本への観光客が増えてまいるわけでございますが、ただ、黙っていてもどんどん増えていくわけではないわけでございまして、地域の素晴らしさを生かしていくという努力が当然必要でございます。成長戦略によってです、ね、力強い日本経済を立て直して、えー 魅力にあふれる観光立国に向けてですね、まあ今後アクションプログラムを観光立国推進閣僚会議で策定して政府一丸となって取り組んでいく考えでございます。<上>山本弘之君、ぜひともお願いをしたいわけでございます。あの今先ほど、えー、1000万人というお話ございましたけれども、現状830万人ぐらいというのは2012年でございます。 世界で30番目ぐらい、海外の外国人の方の順番としては30番目ぐらい、アジアの中でも8番目とか9番目ということで、やはり韓国とか中国と比べても厳しいのが実態でございます、そういう意味で、やはり、えー、省内の枠を超えながら、しっかりとした取り組みをしていただきたい、このことをお願いを申し上げたいと思います。そのののの意味でで、えー、ここ今私の地元は内内海海ございます、えーまあ、瀬戸内海大変この お国,立国立公園の第1号の指定を受けましてから、来年で80年を迎えるわけでございます。この瀬戸内海700の島々、多頭美の魅力であるとか、歴史的な文化、伝統、芸術、素晴らしい魅力のある地域でございます。この地域を、まあ、具体的にどうしていくかということで、昨日、瀬戸内を共有する7つの県の知事が集まりまして、瀬戸内ブランド推進連合と、こういう形を発足をいたしました。これは今まで 各県ごとに個別の取り組みにお終わりがちだった、こういう観光政策を広域的に取り組んでいこうという、まさしく先駆的な地域の初の部分だと思います。あの公明党は2年前に、えー、党の中に瀬戸内海フォーラムという、この PT を立ち上げまして、7県の国会議員、地方議員が、瀬戸内海の魅力を観光、食、防災、様々な形で2年間、 取り組んだ経緯がございますけれども、こういう地方の活性化に向けた広域的な連携、このことに対して、政府はどのように対応しているのか、観光政策の太田大臣にお聞きしたいと思います太田国土交通大臣。えー、具体的なお話をおいただきました、また山本先生は、えー、国会議員の中でも一番離島をずっとこまめに回ったということを聞いております。 えー、島並み海道の無料化をはじめとして、いろんなことにもご提言をいただいているところでございますが、私はあの総理から発言がありましたが、日本、なんとか今年は1000万のインバウンドということに全力を挙げなくちゃいけないと思っていまして、総理から先ほどありましたが、これまで、えー、中国除くと33%ぐらい上がっているということですから、なんとかクリアできるまで頑張りたいと思いますが。 これが2000万の人が日本に訪れるということになると私は景色が変わると思うんですそこのところに向けて、えー、成長戦略の中での戦略的なことを打ち出すということをやらなくてはいけないなということを自覚をしているところですそのためには地域で今ご指摘ありました瀬戸内グラン,、うん、グランド地域戦略ですかそう,そうしたことで話し合っていただく 外国の方が来ていただくと、ルートで回るもんですから、えー、一箇所に行くわけじゃありません、えー、こことここと、ここを見て回るというようなルートが選定されて、魅力があるかどうかということが、極めて重要だというふうに思っているところでございます。そういう意味で、地域活性化への連携、観光連携ということが地域にとってものすごく大事なことであるというふうに思っています。海外の旅行会社による広域ルートを組み込んだ旅行商品の増生。 あるいはまた海外メディアの働きかけ、こうしたことをしっかりやりながら、ですね積極的に支援をしたいというふうに考えております山本君あの。やはり地域の連携ということに関しましたらあ今、香川県と岡山県で、瀬戸内国際芸術祭というのが、あこの一昨日終わりましたあ、約26万人の方々、見込みの2倍の方がいらっしゃっておりまして、まあ、夏もまた秋もやるわけでございますけれども。 こういうあの連携という形の支援、しっかりお願いをしたいと思う次第でございます。実際、今、観光の予算が100億円ということで、韓国が700億円ですから、7分の1という状況もございますので、これは総理、ぜひとも観光ということを日本の大きな船長制覇の位置づけとしてお願いをしたいわけでございます。そういう中で一点、個別の問題で、えー、鳥取県の境港に行ってまいりました。 そこで、えー、大型クルーズ船の機構が始まったということで、外国人の方もたくさんいらっしゃる形でございます。一度に2000名近い方がどっと来るわけでございますから、あ出入国の、この入国の審査手続き、大変手間取っているということもございます。こういうさまざまなところで、この1000万以上の方を迎えるための、この手続き、えー、どんどん変えていかないといけないと思います。これは法務大臣に、この出国入国手続きの 迅速か、また円滑化この点、いかがでしょうか。はい谷垣法務大臣あの今、お話がございましたように、あの法務省、入国管理としてもインバウンドを重視していかなければいけないと思っております、今、境港の例をお挙げになりましたが、境港にとどまらず、例えば福岡で、博多であるとか、あるいは私の選挙区でございますが、舞鶴であるとか、港を抱えたいろんな地域から、あの 迅速化を図ってくれといいうご要請がございますそこで今、入管でやっておりますことをちょっと申し上げますと、迅速円滑な上陸審査を図るためにあのもちろん港だけではなく空港もですね、空海港における入国審査官の増員、それから応援派遣の実施等の体制整備、それから問題があり審査に時間がかかりそうな方もいらっしゃるわけですので、そういう方は別室で、 えー、その審査することによって、特に問題がないと思われる方は迅速に通していくと、おそういう効率化など、メリハリの効いた、えー、審査の実施、それから審査場の案内者や通訳人の配置、そういったことにもあの工夫を今、しているところでございます。特にににクルーズ船に対する上陸審査については 全国からの審査要員の応援派遣、あのさっきおっしゃいましたように、2000人、11万トンぐらいですと、2000人から2500人、15万トンになると、一挙に5000人の方があ入ってくるということになりますと、おその応援体制も組まなければいけない、それから昨年6月から、寄港地上陸許可という簡易なあ許可方式をお始めました、それは今までは顔写真と指紋と両方照合するということでしたけれども、 諮問だけの称号ということで、簡易迅速に個別情報、個別識別情報の取得を最小限とするというようなことを、今、いろいろ工夫しているところでございます、いずれにせよインバウンドをもっと増やすと、法務省もあのそういう意識に立って、入国審査の簡易迅速化にさらに努めてまいりたいと思っております、はい、山本<の>君。 えー、省内の枠を取っ払って、えー、やっていただきたいと思う次第でございます。こうしたあの観光政策をはじめとするまあさまざまな政策が具体化をしていけば、まあ本格的なまあ景気回復がやっぱ早期に達成で,できるようになると思いますけれども、もうその際に大事なことは賃金の引き上げということだと思います。えー、先ほど荒木議員からのお質問ともありましたけれども、先週の4月18日には。 国交大臣は建設団体の職人の方々の賃金の引き上げということを要請されました。また甘利担当大臣も日本商工会議所に対しまして、中小企業への賃上げを求めるということのこともされたということで、率先してそういう行動を取られておるということは、大いに評価するものでございます。この,度あの公明党ととしししまままてても労働政策に関する提言をまとめまして昨日 田村厚労大臣のところに、えー、行かさせていただきました、えー、この中で、最低賃金の引き上げということについても申し入れをいたしました、賃金の底上げを図る趣旨からも、最低賃金の引き上げについては、あ積極的にこれ、やる必要があるのではないかと、このように思う次第でございます。総理は第一次安倍政権のときにも、このことに関しまして、えー、しっかり取り組んでいただいたという認識をしております。えー、総理 この最低賃金に対する見解をお聞きをしたいと思います安倍内閣総理大臣。最低賃金をです、ね、引き上げていく環境整備のためにも、成長戦略によって企業、企業の収益力を向上させていく必要があります、それが雇用の拡大や賃金の上昇をもたらすような好循環を生み出していく、そういう好循環を生み出していきたいと。 考えてておりまして、まあ、こうした取り組みと合わせて、最低賃金についてはです、ね、まあ、中小企業の支援を工夫をしながら、労使と丁寧に調整をしながら、その引き上げに向けて努力をしていく考えでございます。まあまあ、例として挙げていただきました、まあ、第1ジャーベ政権においてはです、ね、な、ま、ん、あ、とかこの中小零細小規模事業者の成長力の底上げを図ろうと。 いうことを実行してまいりました。それと合わせて、最低賃金の引き上げに努力したところでございますが、平成十年がゼロで、十五年、十六年が一円で、十七年が三円で、十八年が五円であったわけでございますが、安倍内閣のその方針によってですね、その年は十四円、二桁になれまして、その後、十八年、十九年、二十年、二十一年と、 二桁が続いてまいるわけでございますが、まあ、しっかりと中小零細企業がついてくることができるような環境を作りながら、支援をしながら、最低賃金の引き上げに向けて努力をしていきたいと思います、はい、山本、ぜひお願いをしたいと思います。この,あの最低賃金の引き上げを行うということに関しましては、これはやはり、労働者、使用者などの関係者の理解を得られるような努力をすることが大事でございます。 特に、えー、この最低賃金の引き上げをした場合に影響が受けやすいのが、中小零細企業の方々でございますから、その配慮ということが大変重要でございます。まあ、具体的には、このお政府全体として、こういう経営とか、労務全般にわたる中小零細企業への支援、これを充実、拡充させていくということが大変大事だと思います。この点あまり、えー、担当大臣いいかかがでしょうかはい 担当大臣、えー、あの最賃を引き上げる、過、え、去、ー、の歴史を見てみますと、それこそ本当にあの2円3円引き上げるのにも大変な努力を強いられるわけです、これは、えー、中小零細企業、賃金体系で見ますと、そこのラインにほぼ沿って、えー、あの集中している企業が多いんで、えー、ございます、でそこで、えー、そういう環境を整備していくためにですね、 いろいろと政府としても取り組んでいきたいというふうに考えております。まあ下請け代金がきちんとあの支払われるあるいは消費税がちゃんときちんと転嫁できるあらゆる環境を整えて、えー、景気の温転が中小零細までしっかり及ぶように、えー、めくわれきくわれしていきたいというふうに思っております。はい山本君。あのやはりあの経済成長の温転というのがですね、やはり地方経済地方とか。 中小企業に、えーまあ、来る、なかなかそれが遅いわけですから、それを早く取り組んでいくということがすごく大事だと思います。その意味で、今後の成長戦略、また骨太の方針の中に、こういう点をしっかり盛り込んでいただきたいと思いますけれども、最後に総理に見解をお聞きしたいと思います。はい、内閣総理大臣。経済が本格的に成長していく上においてはですね、えーまあ、まさに、えー、地方の中小、小規模事業者、 がああ、この新たな景気の温かい波をです、ね、感じることができるようにならなければならないわけでございまして、まあ、その意味において、中小・小規模事業者の成長力を引き上げていく、それがやはり成長戦略においてはです、ね、重要な政策の一つであるということは間違いないわけでございますので、取り組んでいきたいと思いいますはい、山本君。以上で質問を終わりりまますどううもありがとうございました ついに山本博君の質疑は終了いたしました。